19歳の時にピアノの演奏を始めました。今から6年ぐらい前なんですけど、ピアノの弾きたいっていうのはずっと昔からあったんですけど、ずっとスポーツバレーボールをやっていて、で時間がないとか、できないだろうっていうのがずっと心のどこかにあって、で19歳の時にたまたまピアノの弾く機会があったんですね。でその時にちょっとやってみたい、たまたま YouTube で見たジョージ・ウィンストンっていう人の演奏がすごく綺麗で、そうですね、もともとピアノ弾いてみたいなっていう思いはあったんですけど、たまたまその大学に行って19歳の時にずっと部活をバレーボールやってたんですけど、で大学もスポーツ科に進学したんですけど、やっぱなんか違うことをしたいなと思って、でその時にたまたまピアノを弾くチャンスがあったんですね。ちょっとやってみたいなっていうぐらいの軽い気持ちから始めました。読まないというか、正確に言うと読めないんですけど、一番最初に始めた時は一応楽譜を置いてやるんですけど、本当にすごく数え、どの音から全部数えながらみたいなことをやって、覚えるしかない。で楽譜が読めないから、同じものを YouTube とかで再生しながらずっと音を聞いて楽譜を見ながら弾くっていうことをやっていて、でそのうちに練習なのかもしれないですけど、だんだん聞くだけで分かるようになってくる音も増えてきて、で自分の曲もレコーディングするようにして、必ず簡単にでも撮るようにしていて、時々弾いたりとか、毎回それ聞いてやったりとか、あとは多少即興みたいに変えたりもするので、特に覚える必要はないというか、同じようには弾けないですね。っていうのも、なんでしょう、やっぱりそのアルバムを作っていた時も、その場にいるその時の自分が思った感情であって、もちろんその曲ごとにメインのフレーズっていうのは絶対自分で決めて動かさない部分っていうのはたくさんあるんですけど、やっぱその中にその時の感情とか、その曲を書いてから今までの思いだったりとか、その時のことを振り返っての思いだったりとか、いろいろ感情も変わってくるので、同じように弾こうとも思わないですし、弾けないです。